はい、どうも、くるりと申します。今回はレムレスブルーの実況ね、ちょっとお休みして、屋根裏のトワイライトっていうゲームをやっていきたいと思います。このゲームですね、吸血鬼を頑張って殺す BL ゲームって説明書きに書いてあって、でまあ暴力的なシーンとかね、あと BL 表現もあるみたいなので、そういうのがねちょっと苦手だなって方はご注意ください。うん、そう、あとこのゲームの作者さんが去年の夏ぐらいかなにやったオーバーライトワイトっていうゲームと同じ方で、まあオーバーライトワイトねすごく好きなので、個人的にはめちゃくちゃ楽しみですね。うん、ということで、まあ早速初めからやっていきたいと思います。はい、うん、せわしない一日がようやく終わりそうな午後6時、空は赤から濃紺へと変わろうとしている。まだ薄ぼんやりと明るい空には気の早い満月が顔を出していた。夕方のミサが終わり、人気のない教会も夕闇の色に染まっている。小さな村の小さな教会は日中はいつも人がいて賑やかだ。しかし日が落ちてくる頃になれば、司祭たる私以外の人間は誰もいなくなる。こんなところかな。日課を終わらせて一息ついた。はあ、眠い。誰に聞かせるでもない愚痴とため息が広い室内に響いた。日々の業務はそれほど辛いものではない。疲れているのはここ数日頭を悩ますある問題のせいだ。しかし今日こそ決着をつけなくては。教会での仕事は終わったが、私にはまだある問題を片付けるという大きな仕事が残っている。うん、このある問題っていうのがおそらく吸血鬼を殺すことだよね。引き出しにしまっていた小さな箱を手に、私は聖堂を後にした。うん、教会の屋根裏部屋は昼も夜も薄暗い。物置にしか使われてない部屋は埃とカビの匂いが充満していた。年に数回も来ることのない部屋に今週は毎日訪れている。それもこれも不本意ながらここに閉じ込めてしまった。閉じ込めざるを得なかったあの肉肉しい男のせいだ。男は今日も椅子に座っていた。寝ているのですか、トワイライト。男の名はトワイライトと言った。彼がそう名乗ったので呼んでいるが、本名ではなく通称だ。やあ神父さん、起きているよ。男は顔を上げた。いつもながら見下したような目が腹立たしい。今日はあなたのためにいいものを仕入れてきたんですよ。腹立たしいが表には出さず、予定通りの言葉を告げる。へえ、なんだろう。なんかさ、この吸血鬼思ったよりも物腰柔らかですよね。なんかいきなり噛みついてくるとかそういう感じをちょっと予想しちゃったけど、そうでもなさそうですね。
トワイライトは張り付いたような顔で笑う。はい、とても高価なものです。きっとお気に召すかと。懐から小さな箱を取り出した。それは？箱を開けて中を見せる。中にあるのは小さなピストルだ。神父さん、手に入れるのに随分時間がかかりました。弾がね、特別製なんですよ。弾倉を確認する。弾はそう、なんだろう、装填かな。まあいっか、装填されている。俺、痛いのは嫌いなんだよね。何を今さら。両手でピストルを構えて男の脳天に突きつける。これがいいもの。喜んだ方がいいのかな。なるほど。なんかでも全然無害そうな感じだけど、殺すんだね。そうか。ええ、喜んでください。やっと死ねるんですから。難しい漢字が読めない。激鉄かな。激鉄を起こし、ゆっくりと引き金を引いた。結構容赦ないですね。むせ返るような血の匂いに気分は悪くなる。衝撃で椅子から落ちた男の頭には赤い花が咲いていた。やったか。床には頭蓋骨の中身が散らかっている。倒れた男はピクリとも動かない。やったのか。数秒ばかり様子を見る。男は動かない。これでやっと解放される。あとは死体の処理をどうするか、それだけだ。死んだら灰になって消えるのではと期待していたが、そう都合よくもいかないらしい。裏の墓地にでも埋めてあげますか。せめてもの情けだ。死んだ後くらいは祈ってやってもいいだろう。しかし、こうも大きいとやりづらい。力の抜けた足を持ち上げてみる。重い。引っ張るのが精一杯だろう。成人男性の死体。それもかなり高身長だ。屋根裏から教会裏の墓地へ運ぶまではいい。果たして朝までに穴を掘って埋めることができるだろうか。解体した方が早いかな。それはおすすめしないな。人の体をばらすのは意外と重労働だぜ、神父さん。確かに。じゃあやっぱりこのまま運んで。これは完全に死んでなかったですよね。声の下方を見ると、頭からの、なんだろう、読めないな。脳みそ、なんだろう、わかんない。脳なんとかをこぼした男がこちらを見て笑っていた。生きて。男はゆっくり立ち上がる。大きく頭が揺れるたびにボトボトと血の塊が頭から溢れているが、そんなことはお構いなしに男は椅子に向かって歩く。
そうして元の位置に戻るまでに、頭の傷は映像を逆回しにしたかのように回復していった。流した血はそのまま、本人の体だけが何事もなかったかのように。それで、俺の死体をどうするって？私は膝から崩れ落ちた。古い友人から取り寄せた銀の銃弾、6発すべて叩き込んだ。それでも死なない。いや、一度死んで復活している。男は、化け物は、にやけた顔で、こちらの言葉を待っていた。どうする？私にはもう手がない。どうすれば？一体どうすれば、この吸血鬼を殺せるんだ？おい、いつまでそうしてる？床に手をついて落ち込む私に、化け物が声をかける。うるさい。あんなおもちゃみたいな拳銃ごときで、俺を殺せると思う方が、どうかしているだろう。黙れ、死ね。死ねるんならとっくに死んでるよ。君が殺してくれるんだろ？なあ、神父さん。なんかさ、この神父さん、さっきからちょっと言葉遣いが乱雑ですよね。なんか神父さんっぽくないよね。口が汚い。どうしたら再生できなくなる？ミンチにして声だめにでも捨ててやればいいのか。潰れても再生はするし、それは勘弁願いたいな。痛そうだし汚い。やってみるか。そうか、死にたいんだね、この吸血鬼さん的にも。それをだから神父さんは協力してあげてんのかな。頭が痛い。私がこの不老不死の化け物に出会ったのは数日前、日曜日のことである。空が茜色から藍色に染まり始めている時間帯、教会の墓地を掃除していた時、突然奴は現れた。落ち葉が増えてきたな。この季節、定期的に掃いてやらないと、すぐに地面が落ち葉だらけになってしまう。日が落ちきるまでに終わればいいが。無心で落ち葉を掃く。墓場の空気は湿っていて落ち着かない。ひしめき立つ墓石たちが無言でこちらを見つめているような気がする。ふと気づくと、いつの間にか墓地に見知らぬ人物が立っていた。背が高い。おそらく男性だ。フードを深くかぶり、下を向いている。こんな怪しい人がいたら、覚えているはずだが、村の人間ではないのだろうか。声をかけていいものか、私は少し悩んだ。男は地面を見つめている。妙な雰囲気の男だった。フードから覗く金髪は、夕日の色を反射して、赤く光っている。
誰か親しい人がいなくなって墓参りにやってきたのだろうか。その後ろ姿は少し寂しそうにも見えた。あの、何かご用でしょうか。思わず声をかけてしまった。男がこちらに気づく。神父さん。はい、ここの教会のものですが。男はぼんやりと虚空を見つめている。よく見ると顔色が悪い。体調が優れないのだろうか。あの、お加減が良くないのでしたら中で休まれては。いや、大したことはない。ただ、腹が減っているんだ。はあ、空腹。それでなぜここにいるかはわからないが、金がないのだろうか。とにかく、こんな時間に外でふらついている人間を見過ごすわけにもいかない。教会には、備蓄している食べ物があったはずだ。でしたら、何か食べていってください。旅の方でしょうか。ああ、ありがとう、神父さん。今思えば、なぜあんなにも軽率に声をかけてしまったのか、招き入れてしまったのか。あの時の自分を殴ってやりたい。声をかけて、1時間もしないうちに、私は猛烈に後悔することになった。これはおそらく、吸われてますよね。痛い。死ぬほど痛い。全力で抵抗しても、私に覆いかぶさっている体は、びくともしない。この状況は何なのか。聖堂の中へ招き入れ、椅子に座るよう促したところまでは覚えている。気づけば床に這いつくばって、さっき会ったばかりの男に肩を噛まれている。ただ噛まれただけでは味わえないような激痛と、血を吸われているのか、精気を吸われているのか、体の力が抜けていく感覚。なぜよりにもよって聖堂の目の前に祭壇のあるこの場所でこんな目に遭っているのだろう。確かにさ、なんで吸血鬼なのに入れたんだろうね。意外と入れちゃったりすんのかな、聖堂とか。噛みつかれている場所の感覚がなくなってきた。目の前がだんだんと暗くなる。意識が遠くなる。全身の力が抜けていく。このまま、わけもわからず死んでしまうのだろうか。抵抗しなくなった私に気づいたのか、男は体を離した。なんだ、お前。へえ、まだ意識があるのか。健康で結構なことだ。血はまずかったが、やはり聖職者はダメだな。体質が合わないというか、単純にまずい。まあ、吸血鬼でしょうね。そういう風に言われることもあるね。もう数百年は生きているから、自分が何なのか、はっきりとはわからないけど。吸血鬼。あれは確か、十字架が苦手だと聞いたことがある。
物語で読んだのだったが、なぜこいつは平然とこの教会の中にいるのだろう。うん、そうだよね。腹が減っていたんだよ。この時間に見つけた人間が君だけだったんだ。まったくこれだから田舎は困る。神聖なものは苦手ではあるが、まあこの際贅沢は言ってられないからね。君が招いてくれてとても助かったよ。ありがとう神父さん。それでは。言うだけ言って立ち去ろうとする化け物に渾身の力でしがみついた。吸血鬼は意外そうな顔をしてしゃがみ込んで倒れている私の顔を覗き込む。すごいね。タイジ？殺すつもりか？そりゃ無理だ。でも神父さんちょっと心配だよね。大丈夫なんかな。もう空腹ではないからそんなことはしないけどね。まあいいか、殺してくれるって、やってみてくれよ。バカにしやがって。私は頭に血が昇っていくのを感じた。無理やり起き上がって近くにあった食材をつかむ。へえ。男の頭に思い切り振りかぶった。鈍い音がして男は倒れる。男の頭が割れて血しぶきが飛ぶ。神聖な場所には場違いすぎる血の匂いが鼻につく。それでも私は倒れた男の頭を何度も何度も殴りつけた。男は頭から血を出して倒れたまま、ピクリとも動かなくなった。死んだのか。恐る恐る近づいて、心臓の音を確かめる。音はしなかった。しかし油断はできない。相手は化け物だ。吸血鬼の殺し方。昔本で読んだような。思い出せない。もっとも聞くと聞いていた十字架がさっぱり聞いていないことを考えると、覚えていたところで役に立つかどうかはわからないが、とにかく生き返っても逃げられないようにしないと。近くの物置部屋からロープを持ってきて、倒れたままの男を縛る。おかしいな。たった今血を吸われ気が遠のいて死ぬ思いをしたはずだというのに、気づけば体のだるさが抜けている。むしろ調子がいいくらいだ。気味が悪い。しかし考えてる暇はない。吸血鬼を村人が来る聖堂に転がしておくわけにはいかない。とにかく下手に逃げられないようどこかに閉じ込めよう。屋根裏部屋あたりに。これが一日目の話だ。かくして化け物トワイライトが屋根裏に閉じ込められるに至ったわけである。なるほど。この事件から今日で5日目。トワイライトは縛られ監禁されているにもかかわらず楽しそうに笑う。そして言うのだ、殺してみろと。うん、
月曜日串刺しの日、物騒ですね。はい、ということで、まあ時間もねちょうどいい感じになってきているので、今回はここまでにしておきたいと思います。屋根裏のトワイライト実況パート1終わりにしたいと思います。ご清聴ありがとうございました。